ペオキ、ジャニーさんのお気に入りメンバー8選。2019年7月9日にこの世を去ったジャニー北川さん。数々のジャニーズタレントを育ててきたジャニーさんの少年愛は本当だったのでしょうか。そこで今回はジャニーさんのお気に入りと言われているスペオキメンバーの8名を紹介いたします。スペオキ、ジャニーさんのお気に入りメンバー8選。ジャニーさんの特にお気に入り、いわゆるスペオキメンバーは誰なのでしょうか。ジャニーさんとのエピソードも交えて紹介していきましょう。堂本剛、KinKiKids。とても有名ですが、おそらくジャニーさんの一番のスペオキといえば堂本剛さんですよね。ルックス、歌唱力、演技力、どれをとっても大のお気に入りと言われています。ゆう天才だよと褒めちぎるそうで、堂本光一さんとは対応に格差があるというのはよく聞く話ですよね。特に有名なのが、剛さんがテーブルの上に足を置いていても何も注意しないのに、光一さんが同じことを真似すると、ゆう汚い足で足乗っけないでと怒られたという話です。ジャニーさんから剛さんへの愛がエピソードにたくさん詰まっていると思いませんか。そしてジャニーさんの捨て置きの証は、いつもポケットに忍ばせているホタテの貝柱をもらえることだそうで、剛さんは一袋もらえていたと語っています。もう一つ有名なのが、ジャニーさんが住んでいる渋谷区の高級タワーマンションをプレゼントしてもらったなど、とても羨ましいプレゼントです。ジャニーさんのお好みの顔は、壊れてしまいそうな子犬のような瞳です。堂本さんが一番のスペオキという説は本当なのではないでしょうか。佐藤勝利、セクシーゾーン。佐藤さんはオーディションの段階でジャニーさんに、ユーは特別かっこいいと激推しされ入所し、その後わずか11ヶ月でデビュー。ジャニーさんのスペオキと確定したのは、まだジャニーズ事務所でセンター制度がない中、当時ジャニーズジュニア人気2トップだった中島健人さん、菊池風磨さんを差し置いて、佐藤さんがセクシーゾーンのセンターに選抜されました。ファンの間では中島さんの方が人気が高いという意見があるにもかかわらず、かたくなに佐藤さんのセンターを貫き続けるのには、佐藤さんがジャニーさんのお気に入りだからという意見も多いです。同じメンバーの菊池さん、ストーンズの田中さんが佐藤さんと遊んでいる時に連絡し、ユウたちみたいな不良と勝利を一緒にしないでよと注意されていたエピソードが特に有名ですよね。そんなセクシーゾーンですが、これからグループ初となるドームツアーが12月に決まりました。これからのセクシーゾーンが楽しみですね。応援しております。松本潤、嵐。嵐の松本潤さんは特殊なパターンでジャニーズに入所した経緯を明かしています。ジャニーズ事務所に履歴書を送ったところ、1ヶ月半ほど連絡がなかったため落ちてしまったと思っていた松本さん。しかしジャニーさんから直接電話で、ゆう今六本木でレッスンしてるから来ちゃいなよと言われ、実際に行ったらダンスが面白かったと語っています。もう遅いから帰っていいよと言われたそうですが、帰らず踊っていたという松本さん。そのおかげか、松本さんはオーディションなしでジャニーズに入所しました。なのでメンバーからはジャニーズのエリートと言われているみたいですね。またジャニーさんのジャニーズイズムを一番引き継いでいるのは松本さんだと思われており、松本さん自身もエンタメの僕を作ってくれたのはジャニーさんだと語っています。ジャニーさんだったらどう演出するかを考えてステージを演出しており、ジャニーさんが生前最後に訪問したのは嵐のコンサートです。松本さんが何度も誘ってようやく最終日に訪れ、松本さんの演出を見てありがとうと感謝されたエピソードも披露しています。
松本さんはジャニーさんに気に入られているのはもちろん、とても信頼されていると感じました。個性あふれる松本さんの演出がこれからも楽しみですね。亀梨和也、カトゥーン。亀梨さんがジャニーズ事務所に入所したのは中学1年生です。いとこが履歴書を送ったそうで、ジャージのままオーディションへ。その時、中丸さんもいて、会場を間違えていた二人は、中丸さんのお母さんと正しい場所まで走った、という可愛いエピソードもありました。そんな亀梨さんが、カトゥーンのグルメドキュメントバラエティで、初めてジャニーさんと二人で会った時の出来事を語っていました。今まで食べたことがあるもので、一番の食法というテーマで、亀梨さんはうなぎと答えています。小学生から野球少年で、当時ジャニーズジュニアのレッスンが日曜日にあったことから、野球の練習でほとんど行けていなかった亀梨さんに、なんで来ないの？ユウに会いたいんだけど、と急に呼ばれて行った時に、食べちゃいなよ、と出されたのがうな重。亀梨さんにとって人生初のうな重で、初めてのシチュエーション。これがうな重か、と感動したことから思い出の品と語っていました。その後亀梨さんに、ジャニーズの中で野球やっちゃいなよ、と提案したそうで、ジャニーズジュニア内に野球チームを作り、大会も開催しています。もともとジャニーズは野球チームから始まったこともあり、ジャニーさんは野球への思いが強いので、亀梨さんはジャニーズ事務所所属で甲子園に出てほしいとお話ししていました。亀梨さんにジャニーズにいてほしいとの思いが強いからこそのエピソードです。今は嵐の桜井さんに次いでコメンテーターで活躍されているので、これからもたくさん活躍してほしいですね。横山優、関ジャニ8。横山さんとジャニーさんの有名なエピソードは、オーディションの際、髪色は金髪で参加し、みんなが一生懸命踊っている中、寝転がっている横山さんを、滝沢秀明さんは罰をつけるも、ジャニーさんに合格をもらったということです。そしてジャニーズで唯一、ジャニーさんに芸名をもらったのが横山さん。横山さんの本名は、君高で、ジャニーさんが、この名前は読めないから変えようとなり、ジャニーさんの口癖であるユウからユウになりましたが、肝心のジャニーさんは横山さんのことをヨコと呼んでいるんです。また、キンキキッズ同様にメンバー内の格差があり、横山さんがジャニーちゃんと呼んでしまった際には、ユウそれいいよ、呼んでよと喜んでいました。ですが、同メンバーの村上さんが同じように呼んだところ、ユウ不在だよ、と言い放ったこともあります。横山さんもジャニーさんを尊敬していて、こんなエピソードを語っていました。関ジャニ∞が初めて東京でライブをした時、すごく盛り上がらなかったそう。みんなで、これやばいなぁ、と肩を落としていた時、ジャニーさんに曲順を、ちょっとテレコにしなよ。絶対盛り上がるから、と言われ、会えたところ、ものすごく盛り上がり、やっぱこの人すごい、と思ったとのことです。森本慎太郎、ストーンズ。森本さんがジャニーズ事務所に入所したきっかけは、ジャニーさんによるスカウトです。オーディションなしでの入所は、この世代では珍しく、ジャニーさんに一本釣りされた経緯を明かしています。森本さんの兄が平成ジャンプで活躍していた頃に家族でコンサートに訪れ、終演後に会場の上にある焼肉屋で食事をしていたところ、ジャニーさんに、ゆうたろうくん？と話しかけられたことがきっかけです。小学生で入所し、12歳の時には映画の主演、ジャニーズジュニアながら CD も出しているエリート街道でした。森本さんとジャニーさんの面白いエピソードは、初めて M ステに出演した際、ユウはなぜ踊らないの？と言われ、僕教わってないです、と答えた森本さん。その返答にジャニーさんはとても笑ったと言います。
それ以来笑うようにしていますと語っていました。教わっていないですと素直に伝えることができる方は少ないんではないでしょうか。このエピソードから森本さんはとても素直な方なんだと伝わりますよね。その後ストーンズを結成しデビューに至りますが、幼い頃が可愛すぎた森本さんはジャニーさんとの最後の会話で、You、本当に不細工になったねと言われていました。森本さんは、でも俺すごいいい一言だったなって思ってて、シンプルに不細工だねって言われたとしても、これから俺がかっこよくなってジャニーさんが夢に出てきて、かっこよくなったよな、本当に最高だよって認められたら俺ギャン泣きすると思うと最後の会話への思いを明かします。そして仮にジャニーさんが夢に出てその一言を言われたら、この話がつながっていいことなんだなって思えるから、いいエピソードをくれたよとしみじみ語っていました。森本さんの考え方はとてもかっこいいと思いませんか？森本さんの明るくて素直な性格だからこそジャニーさんは気に入ったのでしょうか？結成7年、デビュー2年、まだまだこれからのストーンズです。これからの活躍楽しみにしています。平野紫耀、キング&プリンス。名古屋のローカルアイドルグループで活動していた平野さんですが、その後元ジャニーズが運営するダンススクールのレッスン生をしていたところ、ジャニーさんと出会いました。その場で You 来ちゃいなよが合格通知だったそうで、すぐにジャニーズジュニア入りが決まりました。オーディションなしですぐジャニーズに入れるとは、ダンスもルックスも逸材だったのでしょう。東京と関西どちらか選べる環境で関西ジュニアとして活動をスタートさせた平野さん。平野さんが入所し2ヶ月後にセクシーゾーンがデビューしており、セクシーゾーンのアメリカ旅行にも平野さんを同行させていました。その後ジャニーさんに、大阪でセクシーゾーンのコンサートを見に行くから You も見に来なよ、もうすぐ名古屋だからすぐに新幹線に乗ってと言われ大阪へ。この平野さんにとって初めてのコンサートは見る暇もなく、到着してすぐに You 出ちゃいなよと言われ急遽出ることに。私服のままステージに立ったなど有名なエピソードですよね。また現在はハスキーボイスで人気の平野さんですが、幼い頃から声をコンプレックスと思っており、歌が嫌いでした。そんな平野さんにジャニーさんは、You の声は魅力があって人を引きつけると言ってもらい、勇気をもらったと語っています。平野さんには後悔していることがあり、ジャニーさんに、今僕たちの間の前にいるこのファンの人たちを幸せにします、ずっとずっと笑顔にしますと言葉にして伝えられなかったこと、見守ってくれているはずのジャニーさんにファンの笑顔を見せることで安心してもらいたいと語っていました。ジャニーさんも平野さんのことを気に入っていると思いますが、平野さんもジャニーさんのことをすごく大切にしていると感じます。キング&プリンスも5周年という節目でドームツアーが開催され、これからもたくさんのファンを魅了していくことでしょう。もっと大きくなるキング&プリンスの今後がとても楽しみですね。道枝駿佑、なにわ男子。中学生の頃からドラマに出演しており、大阪と東京を行き来していた道枝さん。ですが、実はジャニーさんのご自宅の合鍵を渡されていました。合鍵には、道と書いており、You もっと来なよと言われたそうで、道枝さんが、いつ返せばいいのと聞いたところ、ずっと持っていた方がいいよと言われ、いつでも出入りできる環境だったと語っています。合鍵をもらっていたジャニーズは他にもいるかもしれませんが、エピソードとして話しているのは道枝さんだけだそう。道枝さんが TBS のトーク番組 A スタジオプラスに出演した際、グループ名なにわ男子をつけてくれたのはジャニーさんだと話していました。最初は
マジかと思いました。と正直な気持ちを暴露し、MC の笑福亭鶴瓶さんから、逆になにわ男子ってすぐに覚えられるよね、と言われると、そうなんですよ。だんだん愛着が湧いてきて、それはジャニーさんマジックなんだな、と思います。と笑顔で語っていました。道枝さんはジャニーさんのモノマネをするなど、可愛らしいエピソードがたくさんあります。2021年にデビューしたばかりのなにわ男子ですが、歌やビジュアル、個性などの魅力に惹かれていくファンがどんどん増えていますね。メンバー全員がバラエティ、ドラマ、映画に出演するなど、今とても大変な時期だとは思いますが、これからも体に気をつけて活躍をしてほしいですね。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回はスペオキジャニーさんのお気に入りメンバー8名の方を紹介いたしました。ジャニーさんとのエピソードがたくさんありました。その中でもやはり顔が濃い方がお好みなんだなぁと分かりますね。素敵な逸材を見つけてくれたジャニーさんには感謝です。これからのジャニーズはどうなっていくのかとても楽しみですね。